王の安室は、飛鳥時代から、奈良時代にかけての貴族。名は、安室とも記される。聖は阿孫。古二式した、おつむじの子とする系図がある。神は、十四位した、民部教、増寿三味。古事期の弊社。文部長の大砲四年生六位下から二回、昇進して十五位下に除赦する。和道四年四月に、生五位上に昇進する。同年九月に、 元明天皇から冷えたあれの召集する、定期、給時を出録して、師匠を編纂するよう命じられ、翌和道5年1月に、古時期として天皇に献上した。元明朝末の和道8年14日下に至る。元祥朝,朝の令期2年を大のしの主張となる。またこの間、養老4年に完成した、日本初期の編纂にも加わったとされる。元祥朝,朝末の養老7年7月6日即去。 最終官位は、民部教授4位下。明治44年になって、十三位に追唱されている。和道5年に書かれた、古事記の序には安丸が、君護等の君等を得ていることが記されている。君等は、武官としての功績で得たと考えられることから、安丸を単なる文官として位置づけることには、問題があるとして、以下の考察がある。王の安母出母母は、 聖堂性奈良県立柏原考古学研究所附属博物館展示。1979年1月23日、奈良県立柏原考古学研究所より、奈良県奈良市この瀬町の茶畑から安室の墓が発見され、仮装された骨や真珠が収められた機質と母子が出土したと発表された。母子の名分は2行41時。 左京の四条四号に居住したこと、以下と君等は、十四位下君語等だったこと、養老七年七月六日に没したことなど記載。母子名前文引用は、以下の通り。左京四条四号、十四位下君語等、ふとあそん安すロろも、水野と異年七月六日卒の、養老七年十二月十五日木の富墓は、大の安間ロボとして1980年二月十九日に、 国の史跡に指定された。また、大野安丸坊氏は1981年6月9日に重要文化財に指定されている。中期のないものは俗に本気による。ありがとうございます。